アルブレヒト・フォン・ビュルテンベルクは、ビュルテンベルク王国の王族で、ドイツ帝国の元帥。1865年、ビュルテンベルク公フィリップとその妻のオーストリア大公女、マリー・テレーゼの間の長男として、ウィーンで生まれた。第一次世界大戦が始まると、アルブレヒトはドイツ第四軍の司令官に就任し、1914年8月のアルデンヌの戦いで、ドイツ軍を勝利に導いた。 この勝利の後、第四軍はマルヌ海戦に参戦し、1914年10月にはフランドルの戦線に送り込まれた。この地でアルブレヒトは戦闘を指揮した。また、初めて毒ガスが大規模な作戦として使われた第二次、イーペルの戦いでもアルブレヒトは指揮官を務めた。1915年8月にプールルメリット勲章を受賞し、 1916年8月には元帥に任命された。1918年11月に休戦協定が結ばれるまでアルブレヒトは西部戦線における南部地域の最高責任者だった。アルブレヒトは男子のないビュルテンベルク王ビルヘルム2世の推定相続人であったが第一次世界大戦におけるドイツの敗北とそれに続くドイツ革命によって ビルヘルム二世が退位を余儀なくされたため、実際に王位を継ぐことはできなかった。1921年にビルヘルム二世が死去すると、アルブレヒトがビュルテンベルク家の課長となった。1939年にアルツハウゼン城で死去し、長男のフィリップ・アルブレヒトが後を継いだ。1893年、オーストリア大公カール・ルートビヒの長女、マルガレーテ・ソフィーと結婚した。 マニサンナンイヨンジョを設けたが、マルガレーテ・ゾフィーは1902年に死去し、長女マリア・マーリア、次女マリア・テレーザ、三女マリア・エリーザベトは創生している。マルガレーテ・ゾフィーとアルブレヒト、ありがとうございます。